はい、皆さんどうもおはようございます。今日は1月12日8時14分になります。旧江戸川に来てますが、H ですね、 H じゃない、ワンドですね、ワンドに来ております。イカルチ公園前ですね。またちょっとクリアになってしまいましたね。昨日がから比べるとまた 15% ぐらいクリアになりました。はい、綺麗ですけどね。見ててやってる分には気持ちいいんですけど、まあね、LINE とかそういうのが偽物感が見切られそうな気がして、ちょっと心配になるぐらいクリアです。はい、濁りじゃない水温を見ていきます。触ってみますか、久しぶりに。チェック、七尾のフィンガーチェック、集めた。はい、今日はねケンタッキーの胸肉みたいなやつ出ました。嬉しくない方はパタパタしてるやつ、僕コンボみたいなのが好きですね。今日は 8.3 度です。 8.3、 いやーちょっとね、濁りがこんだけクリアになっちゃうと一発で、一日だけで。はい、今日はねちょっと昨日に引き続きフィッシュマンの、今日ちょっと僕はアンタレス DC とワーシャー持ってきたんですけど、昨日のね旗がまたちょっとあの気を使ってくれて、ビームスのクローラー 83L かな、それをねちょっとこう持ってきてくれたので、ちょっとね借りて、ちょっとあのバチ抜けの時に行けるかどうかっていうのを試させてもらいたいなと思います。じゃあちょっと一旦切ります。失礼します。はい、よろしくお願いします。ちょっとですね、今回は、こっちから見えるかな、ビームスクローラ 8.3L プラスですね。で、P1 号から3号、対応ウェイトが6から 28g になっております。で、グリップの方は、ね、昨日のリプラウトと同じになってるみたいですね。こんな感じです。はい。セパレートしてないグリップになりますね。で、リールの方がタテウラ SVTW の 8.1 のギアのやつですね。こちらをちょっと装着されているということでやっていこうと思います。ルアーはちょっと昨日と同じで鉄板がついてます。 20g 前後の鉄板がついてるんで、昨日とのね差がちょっと比べやすいかなと思います。曲がり方、ちょっとね、こっちで見た方がいいかな。おお、魚だ。見えないか。ちょっとわかんないかもしれないですけど、空にね、色が反射してるといいんですけど、あの、昨日よりだいぶ繊細、ガイドも繊細。繊細です。曲がり方がね、昨日よりだいぶ柔らかいです。で、ちょっとトルクフルなのもちょっとありつつ、ブランクスも細くて、まあ、それこそバチ抜けの時にねちょっと使えそうな感じですね。はい、昨日は M から ML っていう感じからして今日は L って感じなんですけど、はい、やっていきます。ちょっとリールが初めてなんで軽く投げます。よし。あー、でも全然このサイズの、そのこのレベルのルアーも使えますね。そうですね、92か93か、ちょっとね比べたいところではありますけど、リールは昨日の方が圧倒的にいいな。ちょっと申し訳ないけどね、借りといてあれですけど、やっぱその辺もね、ちょっとまあちょっとあれか、タテラとあれかエクセンス比べるものじゃないとか思うんですけど、同じルアーを投げてるにしてはちょっと飛距離の違いとか気持ちよさがちょっと違うかなって感じがしますね。うん、このスピニングって結構後ろスピニングじゃない、ベイトで後ろに振りかぶって
フィッシュマンの場合特にこうぐんと曲がって竿がブンとゆっくりヌンって押し出してくれるような感じなんですけど、それも十分ねしやすい。でも昨日の方がしやすいかな、このサイズのウーマーにとっては。でも今流れがあんまり効いてないので全然ね、この竿の入りが標準的な入りですけど、これで流れがもっと速いところでやるとちょっと曲がりすぎかなという感じはちょっとしますね。やっぱり昨日の方がこの鉄板系の釣りには長さじゃない、あのパワー的には合ってるかなって感じがしますね。まあ、でもこのぐらいだったら全然大丈夫かな。でバチ抜けもマニック115135使いやすいと思いますね。あんまり小さすぎるとやっぱりちょっとあれかな、エリア10とかになると結構テクニックいりそうですね。垂らしを長くするとかそういう感じでしないとって感じはします。でも長さこのサイズ昨日よりちょっと長くなったんでいいですね。83っていう長さもね、83か、今日も僕が持ってきたワーシャと同じですね。はい、でガイド数もなんか多いような気がするかな、同じかな。こう曲げてみると昨日よりファストなのかな。あーそうでもないかな、同じような感じかな。うん、竿のこのブランクス、こっから先端までで言ってこっからですよ、こっから先端までで言うと3分の1まで曲がって、魚がかかると3分の2のところの、まあほんと真ん中ぐらいまで曲がるのかなって感じですかね。はい、やべ、本当になんかそのままライトになったような感じですかね。リプラウトがよりか、もうちょっとファスト寄りかなっていう感じですかね。ちょっと一回バチ抜き用のルアー持ってきてればちょっと投げてみたいと思うんです。ちょっとマニック115とかをちょっと使いさせてもらって投げてみようかなと思います。急げ急げ、せっかくね貸してもらってるんでね。よいしょ、やっぱワーシャーの1832に関しては昨日のリプラウトとかよりかはシャキンとしてる感じですね。パンって飛ばす感じ、多分フィッシュマン系に全体的に言えることなのか分かんないですけど、こうヌンって飛ばす感じですよね。曲げてヌンって飛ばす感じ、ワーシャは鋭い振り抜きでパンって飛ばす感じですね。ちょっとじゃあ、マニックの一時を一番よく使うんじゃないかと思われる、まあ個人差はあると思うんですけど、ちょっとこのマニック115スローじゃないです、普通の方ですね。これをちょっと使わせていただこうと思います。あ、スローだこれ、すいません、マニックスロー115ちょっと借りてみよう、借りてない、俺のかやっていこうと思います。これもエリテンクラスと言ってもおかしくないかな。あ、普通に飛ぶわ、飛ぶけど、まあP0.85 とかの普通のスピニングの方がやっぱちょっと飛ぶかな。もちろんこの僕のね投げるテクニックにももちろんよると思うんですけど、肩の日とかね。で昨日かな、フィッシュマンの、あ結構飛ぶわ、フィッシュマンさんの十分戦闘力になるぐらい飛びます。フィッシュマンさんのテスターさんの人が08とか06とかを使う釣りをねちょっとやってたんで、それもちょっと興味があるんで見てみようかなと思ってますね。ベイトで、はい、全然飛びます。今風もそんなないんでね、テストにはちょうどいいかなと思います。待って、大急ぎでエリテン投げてみます。エリテン一番使うでしょうからね、パチ抜けといえば。ちょっと巻きが左に慣れてきたような気がするこの2日間でちょっとしかやらせてもらってないけど、借りてないけど、ちょっと待ってください。マニックからのエリテンがさっきあった気がする、あったあったあった、
のブラックエリテンちょっと投げてみます。これもレボとかだったら面白いんだ。これ普通のやつですね。はい、急げ急げ光太郎って、なんかなかったでしたっけ。よし、行きます。エリア10ですね。ちょっと垂らし長くして、なんかマニックには及ばない。マニックより4メーター3メーター手前で落ちますね。中距離ぐらいかな。ちょっとねこのリールさんはね初めて使わせてもらってるんで、もうちょっとこうなんていうのかな、ギリギリのセッティングまでやればもっと飛ぶ、もう多分2、3メーター伸びると思うんですけど、あとはキドネックス潜水乗せ替えるとか、そうですね、まあ20メーターぐらいかな。なんか新中川とか橋桁が近いよとか、そういう名が近いよとか、そういう感じだったら届きそうなレベルですけど、キュエドのちょっと流針とか、まあそもそもエリア点がそんなバク飛びするもんじゃないからあれですけどね。はい、ということで今日はビームスクローラ 8.3L をお借りしてみました。思ってたよりこちらに関してはちょっとパワーあるなって感じです。リプラウトに関しては思ったよりパワーがあったなという感じでした。クローラに関しては逆にもっとないかと思ったらもっとある感じでしたね。はい、バチ抜けとかそういう軽い色を飛ばす釣りにも使えるし、デイゲームの鉄板標準レベルまでだったら使えるかなって感じです。あとジョルティ15とかだったらいいけど、20とかだったらちょっとキャスト時にこの子の振り出す力のよりも重すぎて、うわちょっとこれ重いよねっていう感じ、俺のこの車のパワーじゃこの坂道ちょっと辛いよねっていう感じですね。この坂道ぐらいが俺のトルクがちょうどいいよね。ちょっと分かりにくく、押し出す時にビュンっていい感じに飛び出せるジョルティ15より22だと、この押し出す力がどうしても遅れてしまって弾き返す力が弱いかなって感じになっちゃいそうな感じします、22だと。まあ、鉄板とジョルティの体積が違うんで、その辺ちょっとね同じウェイト領域でもちょっと違うと思うんですけど、はい、ということでちょっと軽く、ですけど使った感想になりました。本当にね気になってる竿をね本当にこの2日間で、体験することができて、ありがたかったです。で、あちらに母さんがいますけどありがとうございました。はい、では今日のキューエードと竿の、クローラー 83L プラスのインプレでした。でまた明日よろしくお願いします。バチ抜け調査もねそろそろしっかりやってきますんで、よろしくお願いします。失礼します。さよなら。